変化球、詰まった打球はショートの右を破っていきます。センター前のヒット。三塁ランナーに続いて二塁ランナーの川野もホームに帰ってきました。ドラフト4位ルーキー堀柊那、プロ初打点となります。タイムリーヒット。一塁ランナースタート、またディレードスチールか、これはタッチがアウトです。単独スチール、いやー難しい作業しなくてもいいような気がするんですよね。センターへ。三塁ランナーが今ゆっくりホームに帰ってきました。あの大きいファルだったように、はい、ああいうバッティングされてしまうんで、右方向うまく持ってんだ、フェアだ、一人帰ってくる、セカンドランナーも帰ってきた、ツーベースヒット、2点追加、4対0。低めのボールを引っ張ります。三塁線左、破ってきました。判定フェア。二塁ランナーが三塁回ってホームに帰ってきます。レフト篠原クッション、ちょっと処理遅れて、その間に一塁ランナーが三塁回ってホームに帰ってきました。バファローズが8回の裏2点を返します。堀の2点タイムリーツーベースヒットです。青柳です。高めのストレート、3ボールから積極的に振っていってレフト前のヒット。ノイジーは強肩です。ちょっと本塁突入は難しいか。レフト前のヒットを打っています。初球からいきます。スライダーを拾って、打球はセカンドの頭上、センターの前に落ちている。二塁ランナーのチャナは三塁回ってホームに帰ってきました。バファローズ2回3回、そしてこの4回の裏も得点です。9番ルーキーの堀柊那のタイムリーヒット。インコースの157キロに詰まりました。しかしライトの右に落ちています。ライトへのヒットです。そしてバッターランナーは一気に二塁まで行っています。ちょっとライト森下の守備が、打球の処理が遅かったか、そこをつきまして堀がナイスランです。ツーベースヒット。一塁ランナースタート、キャッチャー二塁送球、タッチは素晴らしいボールです。堀柊那の送球、一塁ランナータッチアウトで、これでツーアウトとなっています。見事な送球でした。今日スタメンマスクキャッチャーの堀。一塁ランナー吉田が動いてきました。ツーアウトからチャンスを作ってきました。堀が初球を叩きます。打球はレフトの左を襲ってワンバウンドフェンスです。三塁ランナーに続いて二塁ランナーもホームに帰ってきました。堀の逆転2点タイムリーツーベース。ルーキーながら勝負強いバッティングを披露してくれている堀柊那。高卒ルーキー同士のマッチアップ、甘くなった初球をしっかり捉えました。バッティングのフォームが太田亮選手に近づいてきたような感じを受けます。ストレートを右に運んでライトの前です。ストレートに詰まっています。ライトの前に落ちています。堀選手今日3本目のヒットとなりました。ストレートを打ち返してセンターの右、センターの頭上、打球は越えていきました。長打コースになります。打球はフェンスまで到達します。打球落ちたのを見て川野が走り出しました。そして打ったバッターの堀は三塁まで行っています。タイムリースリーベースヒット。やはり勝負強い堀柊那、今日はタイムリースリーベースヒットです。いいところを見せました。浮いたボールをしっかり捉えて、打球はレフトの右に落ちています。トーマスは二塁を蹴って三塁に行く。レフトの田村からいいボール来たんですが、タッチできません。サードが二塁転送、二塁もセーフです。いや、堀がよく見ていました。この高です。ここは真ん中に入った変化球、打ってセカンドの左、破ってセンター前のヒットです。一塁ランナースタート、キャッチャー堀、二塁送球、タッチャーいいボールいった、アウトです。ナイスボール。現在バファローズキャッチャーに複数怪我人が出ている中で、ここ2試合ストレート詰まり気味、それでも持っていってライトの前に落ちています。変化球流し打ち、セカンド飛びついてその右抜けてライト前のヒット。堀2打席続けてのヒットです。インコースのボールさばいて、打球はレフト線です。二塁ランナーの宗が三塁を回ってホームに帰ってきます。レフトのディカーソンが打球を処理して、一塁ランナーのトーマスも三塁を回ってホームに帰ってきました。ランナー2人が生還です。
バファローズ4回裏チーム初ヒットが堀の2点タイムリーツーベースヒット。ショート横山誠也、